あのさ、ルームシェアって興味ない？ルームシェア？病院で知り合った晴美と玲子、2人で始めた新生活。本音で喋れる友達って初めてかも。玲子みたいな人だったらずっと一緒にいたいと思う。仕事なんて寂しいな。困ってる時に助けてくれた人いた？何わけわからないこと言ってるの。役立たず、ひどい死に方。自分のこと可愛いと思ってたの。いた。普通じゃなかった。死ねばいいのに。晴美さん、ルームメイト、そばにいるのは本当は誰？